はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、こちら、強敵開口のエクストリーム1やっていきたいと思います。で、実は3回ぐらい、ちょっとね、練習しました。何回か挑んでみて、で、あ、勝てるってなった時に勝てそうだったんですよ。で、あ、これまだ動画にしてなかったんで、ちょっと1回も退出して今この状態です。で、一応自分なりにかなりちょっと、これは完全、オリジナルなので、多分他の、もちろんね、他の人のやり方がいいとかあると思うんで、また、そちらも参考にしていただきたいんですけど、僕なりのですね。はい。で、今回のこのか、強敵開口って、サポートが編成不可なんですよ。サポート入れることができない。ということで、結構普通だったらね、五条先生にデバフをかけ、バフをかけまくって、100万ダメージ与えるみたいな。そういうのが結構主流だと思うんだけど、五条先生を持ってない人っていうかね、五条先生を91レベルとかにして、で、規格外とかの五条先生を持ってないとできないっていう、人が多分、こういう人はいない、あんまり少ないと思うんですよね、僕自身も含めて。で、覚醒も3回とか2回とかさせた五条先生じゃないと厳しいから、それも必要なくできるっていう。僕のこの五条先生ぐらいでも、ジョーゴのこれで代用してさ、それでできるみたいな感じのパーティーでちょっと今回挑んでみたいと思います。はい。だから一応このパーティーだったら、結構組めそうな SR3 体ですね。で、SSR1 体の、イタドリくん、ショウコ、ユウキくん、ヤガさんですね。はい。そして五条先生と入れてるんですけど、一応、もちろんイタドリくんが攻撃型、で、ショウコは回復役、ユウキくんが補助というか防御。で、矢賀さんが、バフ掛け要因。後半のバフ掛け要因ですね。で、今回、ちょっといろいろ3回ぐらいやって、ちょっといろいろ研究した結果、こちらが、ガチャで、昨日の動画でガチャで当たったんですよ。これが好きなタイミングで、自身に攻撃引き付け付与2ターンをすることができるので、これを、本当は、ゆうきくんにつけたかったの。ゆうきくんにつけて、自身で、ゆうきくんって自身で、これ、防衛壁することができて、他の人にもつけれるんだけど、自分で防衛壁して、引き付けをするみたいな。それをしたかったんだけど、ちょっとね、戦ってると、スキルがどうしても一回足りなくなる時があって、防衛壁。なので、ゆうきくんには、これ、こちらですね。コマンドスキルまた必殺スキルに発動すると自身の呪力15回復っていうで4ターンで使えるっていうのがあるのでこれを入れました。こうすることで、防衛壁、結構打つことができたりとか、はい、呪力を結構消費しにくくなるんですよね。で、虎杖君に、防衛壁で虎杖君に無敵を付与して、虎杖君がそのタイミングで、斬首を使うとで引き付けするっていう形です。でもその代わりそれをするとスキルは、安定するんだけど、本来は、こっち、これちょっと変えるか。本来は、これ、虎杖くんに、これをつける予定だったんですよね。必殺コマンドを 65% アップっていう。それがちょっと強いから、できればこっちを使いたかったんだけど、ちょっと火力をちょっと減らして、これにしました。で、翔子は、30%、全体 30% 回復の、最終を8ターンっていう結構長いんですけど、これどうしても必要になってくるので、これはちょっと戦いながら説明したいなと思います。で、矢賀さんは、こちら、スクナの器。こちらは、一旦1回復活付与があるので、それで使うって感じですね。で、これも、ちょっとどうしても、効果が必要になってくるので、こちらもちょっとまた紹介したいなと思います。というわけで、じゃあ行きましょう。バトル開始。さあどうかな、とりあえずね、やってみた結果ね、ジョーゴの外観鉄線がえぐいっす。はい、というわけで、じゃあ行きましょう。いやー、緊張するな。どうだ、いけるか。あ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、めっちゃ重いんだけど大丈夫か。ちょっと待ってね、大丈夫かな。ん、ああ大丈夫、ああ大丈夫さ、大丈夫。なんか一瞬なんかめっちゃ止まっちゃって、オッケー、大丈夫かな。オッケー、じゃあ行きたいと思います。ジョーゴなんですけど、1ターン目に外観鉄線打ってくるんですよ。なので、ちょっと、こちら、虎杖君は、国戦のために、集中してもらいます、基本的には。3ターンで、一応レベル6にしてあるので、3ターンで国戦溜まるようには調整してるんですけど、で、翔子は基本的に何も今、最初はすることないので、メス投げ。で、こっからなんですけど、外観鉄線のダメージがおそらく1回で1万2000とか、
1万ぐらいかな、1万ぐらい持ってきますね。矢賀さんが弱点なんですよ。だから1万4000とかそんぐらい持ってかれちゃうんで、もう全員壊滅するんですよ、最初の外観ですんで。なのでここで、一応スキル回復使いながら対魔壁ですね、これ、味方全体に術式非ダメージ 28% ダウン付与ということで、こちら3ターンですね、こちら3ターン使いたいと思います。そして矢賀さんもこれスクナの器、これで非ダメージ 15% ダウン付与で、 15% は要はだから約 50% ぐらい、まあ40何パーだけど、47とか 46% なんだけど、それぐらい、上古の外観鉄線を抑えることができるので、これ使います。はい。で、これで耐えると、最初は。1ターン目は。はい、耐え魔壁。だから外観鉄線が本当に強いのよ。外観鉄線。ゴリゴリやばい、痛い、危ない、危ない。よし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 。OK。これはまあいいですよ。いい感じですよ。で、まず、まあ虎杖君は集中し続けてもらって、で翔子はここで 30% 回復の、全体 30% 回復を今使います。で反転術式翔で、ここでで結城君はこれ対魔壁はあと2ターン続くので、であとスキルを貯めておきたい今は。この防衛壁打たないといけないので40もいるので、防衛壁を張りたいので、対魔壁は残して、これですね。あと一番やばいのが今ね、上古の通常攻撃がきついんですよ。4000とか食らっちゃうので。だからこれで、ダメージを 16% ダウン付与。まあ、枯れ木中も通常攻撃も、ダウンさせれるので。まあ、これを、あとスキルも使わなくて済むんでね。これを使います。で、次、ヤガさんは、キックしといてください。はい。後で役に立つので、ヤガさんは。ということで、極度の集中して、で、全員 30% 回復しつつの、証拠が、そう、あ、ナイス、板取君に言ってくれるのはマジでありがたい。いやでも矢賀さんきついな。でとりあえず集中してもらって、で翔子これ矢賀さん、いやでも矢賀さん最悪復活があるから、いや多分ね結城君耐えるわ一回食らったとしても。でここで防衛壁を本当は打ちたいんですけど、防衛壁はあ、ちょっと待って、重いか、あ、ちょっと待って、訪れした、これ多分、あ、訪れしたわ、ごめん、ちょっと訪れしてます。許して。防衛壁は、領域展開中は、無効、そのダメージ無効っていうのも無効されちゃうので、防衛壁打ってもダメージ受けちゃうんですよ。あ、あと一旦あるか。あと一旦。だから、ここも一回これ、攻撃ですね。通常攻撃。で、矢賀さんは、まだか、まだか。いや、もうそろそろこれ、ここら辺から、虎杖君の黒線、外観鉄線が開けた後に虎杖君の黒線打つんで、これで、攻撃力上げといてもらいます。はい、集中して導きして反転術式翔をね、多分ゆきくんは耐えるはず。よし、 OKOKOK 大丈夫ね。よし、ちょっと危なかったけど。でここでここちょっと賭けだな、ちょっと待って、思ってたよりちょっと賭けになっちゃったな。ここを引きつけまだしても意味ないので、通常攻撃で翔子がちょっとやばいですね、これ翔子に来たら終わるな。で、今これ、タイマー壁切れちゃってるんで、枯れ木中がとんでもないダメージ受けちゃうので、ここでタイマー壁打ちます。はい。で、矢賀さんは攻撃。頼む、翔子がちょっとまずいか、これ。危ない、枯れ木中が、よし、よく耐えた、よく耐えた、ここで、はぁ、これまでまず、第一陣突破です。はい。はぁ、よしよしよし、怖えー。で、ここで、もうみんなボロボロじゃないですか。正直。翔子の反転術式台もないし、ブレイクもできない。ということで、で、結城くんのスタン効果の、必殺技まだ溜まってないんですよ。だから、これ誰かしらやられちゃう可能性があるんですよね。そのために、こちらですね。スキル。はい。これで無敵効果を得ることができるので、これでちょっと無敵使ってきます。これ国戦、必殺技使ったら回想ってダメだったんだっけ？確か。ダメだよね。ちょ、とりあえず通常攻撃でいきましょう。で、あ、待て。いや、そうだね。で、ここでもう翔子の反転術式、翔がないんですよ。だから、絶対やられちゃうので、ここで、虎杖君が引き付けして、で、防衛壁ですね。防衛壁を虎杖君につけます。はい。で、矢賀さんは、とりあえず、導いていただいて、防衛壁。あれ、これ必殺技でも反応したっけ？やばい、そこら辺がちょっとまだ、あれだな、引き付けた分あったかな。で、これで、こういう感じで。はい。全部。防いでもらいます。はい。で、ここで虎杖君は国戦ですね。国戦します。で、これ翔子多分必殺技溜まるはず。
溜まるよね。あれ溜まるこれ。いや溜まるよな。溜まる、え、溜まるはず、溜まったはず。だから使わない。ここはね、ここでもまだ使いません、この必殺技は。だから一回溜めとく。あ、待って、そうだね、まだ溜めといていい、まだ溜めといて、溜めといていい。で攻撃力アップ、これですね。さあ上げるからの国戦で、まあちょっと長期戦になるとは思うんですけど、こういう感じでちょっとずつダメージ与えていくと。で攻撃でダメージダウン。え、あれちょっと待って、え、ちょっと待って、 なんで、あれちょっと待って、あれ2ターンの間、まあいいや、耐えたからよし。でここでスタン、ちょっとここは 80% の賭けになります。ごめん、ここだけ、ここだけっていうかちょっと賭け、ここはメス投げで、これですね、これで1回目だから純粋に 80% なんですよ、確率で。スタンするごとにどんどん確率が下がっていくから 80% スタンするはずですこれ賭け、ごめん、 80%20% 引いたらもう終わり、負けするよな、大丈夫だよな、さすがに 80% は大丈夫だよな、いけるよな、危ねえ、そうだよね、スタンするよねちょっとごめん、ここが運要素になって申し訳ないでこれ貯めて、でここから反転術式台を使います。はい、でこっからはここからもうどんどんこれですね、はい、タイマー壁使って防御ゴリゴリ守ります。でこの斬首はまだ使わないでください。これはジョーコがもう1回目の2回目の外観鉄線打つときに使うので、これは残しといてもらって、はい。でこれでいいかな、とりあえず。そうだね、斬首は残したまま必殺技使うと。さあ行くぞ、こっからちょっとずつダメージをゴリゴリ与えていくしかない。反転術式大、これでまあほぼ全員っていうか、まあ完全全回復ですね。でからのボコ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 、殴りまくれ、よーしいいぞ。で必殺はまあ特にあんまり意味ないけど、8100、いいねいいねいいね、まあまあまあダメージはね。からの枯れ木中、大丈夫、枯れ木中はもう本当に優しいもんよ。で三段蹴りからの次で黒線打って外観鉄線が来るって感じですね。でちょうど黒線が、打てる感じになっております。で反転術式小を使っていいね、これは使います、もうガンガン使っていきましょう、これは。そうね、マックスにしといた方がいいから、外観鉄線からのもう一回通常攻撃が飛んでくるんで、いやそうだね、これここでそうだね、翔子はなるべく回復、いやそうだね、これでいい。で対魔壁、これはもう常に対魔壁ですね、対魔壁して、でここでまだ大丈夫か、まだ次の国戦のために、バフをかけます、虎杖君に対魔壁で、まあ重複するはずなんで、がっつりこれでもう防御力を上げていくと。反転術式で攻撃大丈夫で、食らいません、もう枯れ基地なんで、もう優しい。で国戦ですね、国戦打って、でまたこれ溜まるんですよ、これコマンドスキル引き付け6ターンに1回なんで、だからゆきくんでまた虎杖くんにつけてっていう感じでやってきます。はい、で反転術式はこれまだ使わなくていいかな、大丈夫だね。なので貯めます、ここは、スキルダメしといていいかな。ヤガさんがちょっと怖いからちょっとやっとくか、念のため。これヤガさんが体力ちょっと弱いんですよ、復活機、あでも復活機能まだついてるか、ちょっと待ってね、いや怖いな、弱点だからヤガさんやられるかな、やられたら後半きついから、ここは翔子ちょっと使っとこう。でこれタイマー壁ですね、次外観鉄線飛んできます、外観鉄線飛んでくるんで、基本的に防衛壁は外観鉄線で止めれません。だから外観鉄線が終わった後にもうボロボロになった状態の時に、ゆうきくんが要はターンを稼ぐっていう役目をしてくれる、虎杖くんと。でここで使います。であとはもうヤガさんは一回キックの魔人になってもらうと、ヤクザキックの魔人になってもらいましょう。タイマー壁これで多分耐えれるはず、 2回目は多分火力上がってるはず、敵のジョーゴの火力が上がってるはずだけど、ここでヤクザキックで外観鉄線だけど多分耐えれる、これは耐えれるはず。オッケー、全然効かないぜ。そうこっからはもうこちらのもんよ、悪いけど1ターン目を防げばもう対魔壁で守れるんで、外観鉄線はよし。でこっからまた貯める作業に入ります。でもしこれね、矢賀さんが弱点なんで、虎杖君は体力高いしいけるんですよ、受けれるんで、
最悪ヤガさんがやられそう、あの翔子の回復が間に合わないってなった時は虎杖くん のスキル使います。スキルっていうか斬死、それで虎杖くんに集中してもらうと。これ1回まだこれここの 30% のスキルが残ってるんで、ここ通常で攻撃します。あのスキルあのためスキルためですね。でタイマー壁はもう完璧なんで、ここは一旦こうだな。でキックでいいか、これキックでいいね一旦。はい、ヤクザキックしてもらいます。極度の集中、まあ、あとはもうこれを繰り返して、まあ、いく感じですね。通常攻撃大丈夫 OK で、枯れ騎士は全然食らわない。よし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 、いいぞ。これそろそろ1回使っていいか、 30% ちょっとあのなるべくあの8ターンまだもう8ターンぐらいたまあのかかると思うんで、翔子の残死だから残死ちょっと1回使っておきましょう。で回復は使わない、スキルは残しておく。で結界炉もこれも絶対残しておきます。これこれですね、これも残しておく。で対魔壁そろそろ使いたいけど、いやまだ防御壁使うから、これは1回これだね。で何ターン、あと何ターンだ、ちょっと待ってね、受けるダメージが 28%、 残り1ターン、次のターンで消えちゃうので、次のターンでちょっと対魔壁は張るかな、必殺ゲージアップして、で通常攻撃でみんな回復してからの3000の、うわ痛い痛いな。極度の集中で、ここで反転術式しときたい。矢賀さんやられちゃうかな、これまずいな、ちょっと怖いなこれ。今なら俺でも、タイマー壁だねこれは、枯れ騎手でやられちゃうから。でも翔吾ワンチャンやられ、待ってこれだったら矢賀さん、いやでも翔吾だったら多分通常攻撃一発耐えて、で枯れ騎手も防御しておくと耐えるから、矢賀さんの復活機能まだ残しておきたい。これ矢賀さん一回復活できるけど、まだねちょっと矢賀さん後半本当に活躍してもらうので、 OK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  これで耐えるわ。よーしよし、危ない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 、よし戻った。さあここでねいやでもあれかな、もうスタンしないかな、引き付けできれば次のターンにしたいんだよな。これ回想って必殺技使いながらできたっけ、ちょっと使ってみるか。いやー怖いな、ちょっと国戦でいきます。で反転術式ショーでまず、ゆうきくんで、ここでスタン、スタンするかな、でも80% からちょっとあれだからな。で、しまったね、更新しとけばよかった、これちょっとミスったな、ちょっとこれミスですね。ヤクザキックしてる暇なかった、もうちょっともっともっとあれだ、上げていかないといけなかったね。さあこれでスタンしない、してくれるとありがたい、ナイススタン、まだするね、まだする、次ぐらいからもうちょっとしにくくなってくるかもしれん。うん、連続でするといかんとかあるかもしれんけどね。さあこれで回復して、よし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 、 OK。 さあこっから翔子が反転術式台残ってるんで、これ一回引き付けしたいな、一回引き付けしようか、ここで引き付けします。で翔子は反転術式翔でいい、これ台は残しとく。で残り2ターン3ターンぐらいになったら、ゆうきくんはタイマー壁をただする人間になるのでこれで、でそうだね、下げとくか、これ下げとこう、 OK。 あとはもうあとはこれを繰り返せば間違えないようにね、もう本当にミスんないようにしないといけない、それだけ気をつけんといかんすね、これ本当にちょっとずつちょっとずつ、そうこれで OK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 。 このターンでなんかさっきダメージ受けたんだけど、まだ無敵なはずだよね。あ、そっか、もう一回、そっか、タイマー壁自体は一旦に一回だ、そうだったそうだった、だからここで翔子が反転術式翔しましょう、はい翔しましょう、すいません。ねえ外観鉄線どうせこれ黒線た、あ、たまるかな、これ多分たまったっけ。治療の時間で反転術式翔で虎杖くん今引き付けしてるんで、虎杖くんでこっからタイマー壁、もうずっとタイマー壁ですね、こっから。いやまだまだいいわ、まだいいわ、次のターンからタイマー壁だな。12一ターン溜まって、ちょっと待てよ、一ターン溜まってこう来てから、だからそうだね、一回攻撃で能力上げですね、これでいこう。で極度の集中して国戦多分1回打てると思うんだよな、攻撃で攻撃力下げた状態で虎杖くん2回攻撃で、こっから全員に攻撃するチャンスがあるので、まだ1回みんな攻撃耐えるでしょ。集中させる、反転術式ショーでこれね、虎杖くんかな、いやー誰だろう、ゆっくん、
ちょっとこれちょっときつくなってきたな。で、タイマー壁。相手の動きを観察しろ。こうかな。そろそろ反転術式台使った方がいいか。いや、まだだな。本当にやばくなったら使うわ。反転術、いや、でも使うんだったらもっと早めの方がいいんだよな。ちょっとここ優柔不断になっちゃダメなんだけど。ちょっとね、設定。あー、オッケー。いやー、もうこれ使うか。いやー、まだ使いたくない。まだ使わなくていい。あー、でも、そうか、翔子、もう、スキル足りないかな。ここで通常攻撃してんで、次、黒線でいきます。あー、足りないか。ちょっと待ってくれー。いや、でも、矢賀さん一回復活するから。いや、使おう。使います。ごめん、もういや、もっと早く使う家だったな。だったらもっと早く使え。優柔不断で、ここで、まだこれじゃない。で、強くして、で、次黒線であれだね、大ダメージを与えていくと。更新の導きで剣だ。で、しかもブレイクするか。あ、待って、ブレイクするじゃん。あ、待って、ブレイクするんじゃん。ブレイクするな、これ。ブレイクするけど、でもここでしぶる必要はない。じゃあ攻撃しよう、これ攻撃しよう。ブレイクするから、一回攻撃、最善の一手を常に考えろ。ブレイク、ブレイク、待って、ブレイク、ブレイクして、次のターンで復活する。だからまだいいね。攻撃アップでいいか、これでいいか。で、さすがにこれブレイクするよね。ブレイクするね。オッケーオッケーオッケー。ブレイクした。ブレイクしたので、ここでようやくゴリゴリ体力を削るチャンスが出てきた。攻撃、どうせ外観定地点打ってきたらもうどうせ貯めるしかないから、ここで三段蹴りで全体回復も一応あの証拠回復できた。で、メス投げしとこう。メス投げして、で、ブレイク中だからここでタイマー壁打ちたいね。タイマー壁打ちましょうか。これで貯めとかないと。ブレイク、そうだね、タイマー引きで。ここはキック、そうだね。あ、いや、外観鉄線来たら矢賀さんはまたあの役先キック男になるからどうせ貯まるので、これで攻撃与えといてメス投げもしとく。で、もう一回まだいけるからね。集中して、こっからまあまだここも攻撃でいいか。攻撃して最悪引きつけます。最悪虎杖君がこれ回復して引きつけるんで、引きつけのスキル持ってるんでね。で、タイマー壁する。で、どんどん開けてくれ。もうどんどん、もう矢賀さんは能力を上げ続けるのです。そして導く剣だ。で、勝して、よし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 。で、これで復活してきたんで、ここで外観鉄線打ってくるんで、引きつけはしちゃダメ。三段蹴りでいいかな。三段蹴りで反転術式章は打たずにメス投げ。で、タイマー壁。相手の動きを、あ、待て、これやってからタイマー壁で、これ斬首で使ってキックだね。ヤクザキック、さあいくぞ。タイマー壁、これで多分さすがにあんま食らわないと思うんだけど、メス投げで、ヤクザキック、外観鉄線大丈夫だよね。体力な、よーし、全然食らわないね。よーし、耐えたぞ、いけるぞいけるぞ。で、ここでもなんだったら使っちゃってもいいんだよな、これ。虎杖君に全部標的いく、使いたいね、これ使いましょう。はい、で、反転術式章を矢賀さんに使う。で、タイマー壁は今もう使ってるんで、結界炉多分スタン効かないんだよね。だから攻撃かな。はい、さて、準備はいいか。これ多分効かないよね。多分ダウンとかは効かないはず。ってか使っても意味ない、あのダメージ半減なんで。虎杖君に全部やって、そっからもう全部翔子は回復させる、その作戦でいきましょう。いや、でも2回連続虎杖君耐えれるかな、ちょっとそこが心配。ちょっとこれ負け筋になるかも。いや、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。オッケー。これで虎杖君には申し訳ないけど、もうひたすらちょっとサンドバッグになってもらって、で、ここも、ちょっと待って、タイマー壁のちょっと、あと一旦ね、あの、本当に、枯れ気中がえぐいんで、いや、でも、いや、ちょっと待って、これ、防御壁しても、あ、防御壁見ないか、タイマー壁ちょっとしちゃっていいかな、枯れ気中怖いんで、ちょっと使います、あの、重ね掛け、しといて、で、領域展開があと何ターンだ、まあ、キック取れずしといて、あれ領域展開がね、なんかターン書いてないんだよ。
それがちょっとわあ、やばい、ちょっと待って、これ死ぬか、あ、死ぬ、あーごめん、やべ、やばい、ちょっと待って、やらかした、やらかした、これマジでやらかした、あーもう終わった、もう負け筋やっちゃった。飲みすぎたか。残滓使えよ。今なら俺でも。さて準備はいいか。すいません。これちょっとね、はい、好きには勝てない。燃やし尽くしてやろう。まずいな、まずいな。これね、これで勝てたんですよ、勝てるんですよこのやり方で。もう、ま、死にたくはないしね。さっきちょっと負け筋作ったって言ったんですけど、いや、まだ分からんか。ちょっとやってみるか。やってみよう、やってみるけど、完全にやらかしました。はい、準備はいい。いや、これはこっち、いや、これダメージあれだよね。術式ダウンあるよね。ダメージと、体術 25% と術式 25% ダウンだから、これでいいよね、こっちでいいよね。で、五条先生は外観鉄線以外ダメージ受けないんで、回復しなくていいので、これでいきましょう。メス投げして、はあ、やらかしたー、マジでー。マジでやらかしたんだけど、どうしよう。19000、これどう勝とうかね、こっから。いや、でも普通にやったら、あれ、あのやり方で勝てます。さっき見てもらったと思うんですけど、あのやり方をすれば、うん、やばい、ちょっとプレイが雑になってる、ショック受けすぎて。てか楽しくなってきた、打つべきだった。待って、もうプレミアムすぎ、ごめん、今見ててごらんじゃなくて、楽しくなってきた、やるべきだった。重ね掛けが正解でした。はい、すいません、ダメだ、もうダメだ、もうダメだよ、もうダメだよ。ドラえもん、ドラえもん、大魔壁が食らっちゃうので、うっかりとか枯れ木中怖いんで。で、更新への導き、はい、これでいきます。大魔壁で更新への導き、頼む頼む、五条先生、このミスをなんとか挽回してくれ。いけー、どうだ、どうだ、いけんのかこれ、やれんのかい、危ねえ。これもう台使おう、台使うけど、あと何ターン、え、あと何ターンこれ、ちょっと待って、あと4ターンか、あと4ターンもあんのね。見ててごらん、反転術式台、攻撃かな。どんどんこれでいきましょう。はい、いやー、まだわかんない、まだ可能性ある、まだ全然可能性あるぞこれ。とりあえず反転術次第で全回復、攻撃打つ、いいぞ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 。もう一回見ててごらん、反転術式ショーだね。で、矢賀さんまだ復活残ってるから、まだ可能性あるさ。いや、でもここでも攻撃し倒しに行く、いや、ダメだな。いや、待って、これ間に合うか、これ間に合うか、待って、今の、いやー、ちょっと今、欲張ったな。これ、倒しきれ、倒しきるか、ここで。もう倒しきるわ。もう行くわ、これ。やるか。ちょっと待て。ここで、ちょっと待てよ。これ、いやー、いやー、安全に行こう。安全に行こう。タイマー引き、タイマー引き使います、これは。安全に行かないといけない。で、反転術式で、もう ここ安全に行く、安全に行く。タイマー引き。で、キックだね、キック。いやー、どうだこれ。いやー、でも五条先生でこれ倒しきれる。これで様子見かな。あー、いったわ、いった、危ねえ、マジで危ねえ、本当にやらかしたと思った。あー、あー、危ねえ。いやー、でもね、正直悔しい。戦線離脱ゼロ人クリアはね、できるのよ、さっきのやつで。虎杖くんで、さっきの繰り返せば、もう一回外観鉄線が来るんですよね、多分。もう一回外観鉄線を防いで、あ、これいけると思って僕もう一回やり直したんですけど、多分、まあ、もう二回ぐらい。さっきみたいに、うまくスキルを、その、残滓使って、結城くんのスキルを、うまく管理して、大麻引き。
を3回ぐらい貼れば外貫鉄線も全然抑えられる。で、矢賀さんの学長も、結構すぐにスクナの器の、ターン数が回復するんで、それも加えれば全然ダメージを受けない。で、翔子は8ターンに1回全体 30% 回復。さらに、反転術式大はあれ一応スキルポイントめっちゃ貯めてるんでちょっと必殺ゲージ上がりやすいんだけど、まあその全体ほぼフル回復することができて、で翔子でもまあ反転術式翔でまあちょっとさっき負け筋になったけど虎杖くんに引き付けをして、そっちで反転術式翔を虎杖くんにかけまくるみたいな。あれちょっと外観鉄線中だったからいかんかったね。外観鉄線じゃない時にちょっとやるべきだったかな、虎杖くんの引き付けは。で翔子で回復すればで、かなりボロボロになったところに誰か、やられた瞬間に五条先生が出てきて、さっきみたいに、まあ、通常攻撃でも5万とか、まあ、ちょっと楽しくなってきた使い忘れちゃったんだけど、で矢賀さんでもうゴリゴリ上げまくって、で必殺技でダウンもさせたりして、で赤も加えて通常攻撃で7ターンで倒しきるっていう。それでまあ結構まあでも良かったわ、負けまあまあ虎杖くんやられたにしては勝てたんで、はい、ということでこちらですね、はい、無事というか残滓ゲットすることができました。はい、矜持だね。まあこれはちょっとかなり強い、これはすごい強いスキルになります。術式 55% アップ付与、しかも2回です、2回。なのでまあこれかなり強いので、まあこれはどんどん突入させていきたいなと思います。というわけで、今回は、無事翔子のエクストリーム、ちょっとこれはね多分ねこの3500ハードの翔子とはちょっとレベルが違います。それぐらい強いこの翔子は、エクストリームは。エクストリーム2なんてこれはね、エクストリーム2はもう五条先生を覚醒とか突させて、まあ、突はまあまあまあでもレベルを91にして、で残滓も強い残滓にしてやらないと多分無理なんだったら、要は規格外よね、規格外残滓、磁力が、65% アップの必殺ゲージが 200% 溜まりやすいっていう。赤を2回とか3回打てるんですよ、それでガンガン7ターンの間に2回おそらく打てるはず、赤を。それで倒すっていうのが多分エクストリーム2だから、ちょっとねちょっと僕まあまあまたこれ挑みます、挑む動画はやる、勝てるかどうかは分からん分からんけど、とりあえず今回ちょっとねこちらエクストリーム1なんとかまあクリアっていうかまあなんとかできました。まあでもこれ完全に僕の我流なんで、もっと絶対効率がいいのはあるんですけど、まあちょっとちょっと正直なんだろう、虎杖くん引き付けやっちゃったせいでやられちゃってやばくなったけど、あれを繰り返せば、まあ、確実に勝てますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。さっきやってあいけるなと思ってもう一回戻ってもう一回やったらいけたんで、結構今んとこまあさっきのもほぼ勝ちだったんで、まあ2回やって2回勝ってるんで、まあ、かなり安定して勝利することできるんじゃないかな。はい、まあ一応パーティーだけちょっと紹介しといた方がいいのかな。はい、忘れない、パーティー紹介しておくと、これだね。はい、で虎杖くんを前にした方がいいかな。矢賀さんがなんかね前に置いた方がね、矢賀さん前に置いてたんですよ過去2回、どっちも矢賀さん攻撃されて、だから後ろにしました。矢賀さんは弱点耐性だからすぐ矢賀さんやられちゃって、復活を早めにちょっと使いたくなかったんですよね。でもさっきの見てもらったら分かると思うんですけど、矢賀さん1回だけ復活しても大丈夫です。はい、復活最初だけなんですよ、最初の外観鉄地戦で1回復活する分には全然計算の上です。全然1回復活してそこの外観鉄地戦さえ防げば、もうあとはゆうきくんのさっきのスキル管理さえしっかりすれば、まあ矢賀さんの残滓も含めて多分大丈夫なんで、だせめて最初の外観鉄地戦だけ防いでください、なんとか頑張って。はいまあ他にもねいろいろ術式、まあゆうきくんは必須かなと思います、これに関しては。まあそうだね、五条先生ルート以外だったら今のところ僕はこれですけど、よかったら他のルートもあったら教えてください。はい、エクストリーム2は無理だろうな、ちょ五条先生育てるか、いやでも育てても規格外ないと意味ないんよな、必殺技2回打てんと多分厳しいと思うけん、ちょっとそこら辺がちょっとあれですね、ちょっとまたまたチャレンジしてみたいと思います。
というわけで、じゃあ今回このあたりで終わりたいと思います。多分今日、トゲくんとパンダが追加されると思うんで、そのトゲくんとパンダの性能次第ではそれを組み込んでもいいかもしれない。だパンダとかかなり期待大なんだけど、でもトゲくんも、まあレアのトゲくんは強いにしても、ちょっと SSR のトゲくんがちょっとまだね、あの使い道がちょっとみたいな、ちょっと厳しい立場ではあるから、その分 SR が強いっていうのよくあるよね。 SSR っていうか、その前のガチャのキャラクター、前のこの、まあこのキャラ弱かったら、じゃあその新しいそのガチャのそのキャラは結構強くなったりする傾向があると思うので、まあトゲくんにもちょっと期待したいなと。まあスタン性能とかになるのかな、どうなんだ。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様んさー。疲れた。